はいどうもこんにちは、ズーマでございます。今回の動画は相模湾の鬼カサゴ戦となっております。仕掛けを見ていただくとすでにわかる人はいると思うんですが、水中ライトを使っております。これはですね、相模湾ではサメが多いのであまり使わないという話なんですけれども、今回もですね、駿河湾スタイル、実績のある菊丸スタイルで挑戦したいと思います。今回は、毎度おなじみ拓郎先輩とですね、皆さんが毎日使っているあれを開発した、すごい人荒川さんと3人で一つの船をチャーターしていきたいと思います。神奈川県三浦半島の右下松和から出船しまして、ギリギリ相模湾沖に来ております。これまずですね、一番驚いたのがこの船のチャーター代なんですけれども、3人でですね、相模湾の乗り合い船の料金に、まあ、プラス 10% か 15% 足したぐらいで1人当たりですよ、で出船してます。これはですねかなりお得で、まあ、土日はこの船はもう結構先までもう予約がいっぱいで、まあ、平日でないと、まあ、取れないぐらいの船なんですけれども、さすがの私もですね、船や場所っていうのは隠さずですね動画で話してきたんですけれども、この安さ、お得さ、超過を知ってしまったらですね、自分の予約できる確率が減るんじゃないかと思ってですね、船の名前は、伏せようかななんて初めて思いました。なので、どうしても知りたい方はですね、ご自分で検索していただくか、どこかの釣りでですね、私に出会った時に、あの船なんていう船なんですかって直接聞いていただければ、お答えしますので、そういう形でお願いします。そんなこと言ったってそんなに再生されてないじゃないかっていうふうにですね思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、釣り動画ってすごくてですね、私みたいにですね、まあ、男で、まあ、こうやってオリジナリティな、うんちくが多い、釣り人っていうのはですね、なかなかコアな人しか見てくれないわけですよ。その中でですね、100再生もあるとですね、結構ですね、釣りとか、釣り具屋さんに行くとですね、影響力あるんですよ。で、結構話しかけられたりもするんですね。なので、再生数の少ない動画だからといってですね、すごい強いヒントを与えてしまうとですね、そこに殺到するっていうのをですね、ちょっと経験則として、持っていますので、今回だけはですね、内緒にしようと思います。この後ですね、鬼カサゴがコンスタントに結構釣れるんですけれども、まあこういういい日に限ってですね、大切なものを置いてくるということで、今回なんとカメラをですね、ハリスでぐるぐる巻きにして、無理やりつけて、撮影を行っています。これはもう撮影根性ですよね。で、その状態になぜか、今日の船長に限って GoPro にめっちゃ当たるっていう、なんかよくわからない、事態が起こっております。しかもその GoPro に当たってるのに船の揺れで、GoPro が回転してなんかうまく撮影できちゃうとかですね、まあよくわからないミラクルが起こってたことがわかるんですけれども、まあ、そういったことも含めて今日は予想以上にですね、ミラクルなことが起こり続けますので、部分部分でも構いませんので最後まで見ていただければなと思います。ちなみに1本目の重たい魚は水フグでした。他のメンバーがガンガン、針を切られるので何なのかなって思ってたんですけど、まあ、正体はこれでした。はい、この時点でヒットはしております。今回ですね、水フグで針がガンガン周りの人たち取られていたんですけれども、私はですね、針をですね、ムツ針の20号にしたんですよね。で、周りのみんなはですね、売ってる市販の仕掛けで、針が16号のハリスが6ぐらいかな。自分はムツ針の20号でハリスを8号にしました。船長もですね、最初この針を見た時にうわでかいなっていう風に、話していたんですけれども、私が欲しいのは鬼カサゴですし、
鬼カサゴって多分25センチでも、もう全然、ムツバリ20号に飲み込んでくると思ってるんですね。なので小さい針で、浅いかかり方して上がってくるときにバレたりするよりは、まあ、20号の大きな針で確実に大物を狙って確実に取るっていう、まあ、これも菊丸方式ですけど、まあ、そういう形の方が、いいのかなと思ってこの仕掛けを作ってきました。船長またカメラ倒して今回は気づいたみたいですごい慌ててます。はい、一匹目の鬼カサゴが釣れました。今日いい日ですよね。いい日ですね。出た。しかも3本目に来た。3本仕掛けがいい。ここに来るってやばい。相模湾の鬼カサゴ船の経験がある方はご存知だと思うんですけれども、なかなかですねこれぐらいのサイズの、鬼カサゴっていうのは相模湾では、出会えないんですよね。なので今日はいい日だなと思いました。1匹目ゲットです。これも鬼だ。これはさすがにリリース。いや俺もそんなでかいの釣れたらリリースになってよ。ありがとう。あの小さい鬼カサゴは2匹目としてカウントしてもいいんですかね。一応これで2匹となりました。今回使用しているサバなんですけれども、これはですね船が船長が用意してくれた、冷凍サバですね。なんか見た目はですね人が食べてもすごく美味しいんじゃないかと思えるような、サバですけれども、最初の方は、前半ですねこれを、使用しています。私の場合はですね重りがそこに着底したら、まあ、PE の道糸をもうまっすぐなるようにちょっと巻いて切って、そしたらもう置き竿で、放置っていうやり方をしています。これには裏付けがあって、基本的にはこの波の揺れを利用したうねりを利用した、まあ、自然の揺れが渋い時とか、あまり活性がない時はいいのかなっていう風に経験則としてあります。逆に活性がいい時はもう何しても釣れるんで、ガンガンこう誘うというかリアクションバイトとか、まあ、食い気を誘うような感じでいいと思うんですけど、まあ魚自体がやる気がなくてもう我慢比べですよね。餌がもう目の前にあって、ずっと目の前にあって、フラフラずっと目の前にあれば、自然の摂理でその餌を何者かが処分するっていう動きをするはずなので、まあ、今回も鬼カサゴがそれをやるだろうと思って、積極的な置き竿をしています。ただこの置き竿というのも、何でもロッドが竿がいいわけではなくて、まあ、7-3 調子の重りによっては6-4調子になるような、この微妙な調子の柔らかい粘り気のあるグラスロッドでないと、効果が、あまり薄いような気がします。ちなみに反対側で荒川さんがカーボンロッド、赤むつのカーボンロッドで、まあ、やるんですけれども、やってるんですけど、手持ちも、置き竿もやっぱり、うまくいかなくて、まあ、私の釣果の半分ぐらいに、やっぱりグラスロッドのこのしなりとかを利用した、誘いの方が、よく食いつくのかなと思います。まあ、船がこうちょっと進行していって、止まってっていう、まあ、その、まあ、ちょっと深くここでは説明はしないんですけれども、まあ、船長のそういう癖とかも考えて、あ、これは置き竿でいけるっていう風に思ったので、今積極的な置き竿をしています。ちなみにですね、今私が使っている天の釣り具のグラスロッドがあるんですけれども、
これがですね、2万8000円ぐらいかな、で売られているんですけれども、まあ、下はですね、1万円から、20万円のブランドグラスロットまで全部触ってですね、私がこれはすごいいい竿だなって思った竿が、この竿なんですね。でこれについてちょっと語っている動画が、以前の、土相丸の黒むつの、動画に、ありますので、もしよろしければ、ご覧ください。しかもですね、その動画の後編にあたる、半夜黒むつ、の動画なんですけれども、このロットを使って、置き竿で、竿頭になるっていう、後編の部分もありますので、もしよろしければ、ご覧いただければなと思います。ちなみにですね、私天の釣り具の、回し物では、ありませんので、もう本当にフリーなので、ぜひですね、そういった冷静な、中立な公平中正、警察じゃないですけど、そういった目線で購入したこの、ロットですね、コスパも良くて超おすすめなので、釣り具店で見かけたら、触っていただきたいなと思います。あと2つぐらいですねシーンがあるんですけれども、まあ、嬉しいことに、動画が長くなってしまいますので、いつものやつで、締めたいと思います。ではご覧ください。はい、この日は動画に映ってないシーンを含めて、トータル8本釣ることができました。相模湾で8本っていうのはかなりすごい数字だと思います。中にはですね、キロ超えの、鬼カサゴもいまして、船長からもこんなに釣ったら怒られちゃうんじゃないのなんて、冗談も言われたぐらいです。まあ、船長の当てたポイントと自分の釣り方、あとは魚の活性のなんかこうなんだろう、良くも悪くもなくて、まあ、自分にだけうまくハマって、そういうなんかトータルで、うまくいく日ってありますよね。なので今日はそういう日だったんじゃないかなというふうに思います。
今後もですね、オニカサゴの、オリジナル仕掛けとかですね、面白い動画を配信していこうと思いますので、ご視聴をよろしくお願いします。ありがとうございました。